はいどうも。最初の編集で1時間、ゆかりさんです。もっと早く編集できるようになりましょう。キリタンです。早速1曲目はシトラスモンスターです。この曲のマスター譜面は筋トレになるので、みんなもやろう。つまり体力譜面っていうか、一応トリプルエース乗ってるんですね。まあ粘着したので。よく体力譜面なのに粘着できますね。まあ昔からインド人トリプルエース乗ってたし。なるほど。そろそろ始まりますね。うわ、今の全押ししてたでしょ。ナイフはせばらかし、キービームがほぼ全霊を使ってましたよ。あそこ普通に取ると崩れるので。言い訳は良くないですよ。ごめんなさい。この譜面の特徴はやはり高 BPM での体力譜面。停止地帯、早すぎて手が辛い。あ、早速ミスを出していく。ついででアタックも。まだこの3連階段の配置は押しやすいんですが、ここからの3連階段はめっちゃくちゃ巻き込むので注意ですね。巻き込むと言ってる割には全く巻き込んでなくないですか。今回はたまたまですよ。初見だとわけわかめ近い。だいたいやってれば通るので頑張ろう。適当すぎますね。バースライドし始めるところにフリップあるので、だいたいで OK です。映像が乱れます。なんか録画機が悪いのか、毎回映像が乱れるんですよね。いいプレーとか取れた時にうまく行ってないとなえます。実際フォーマットとかはそのゲーセンに対応したのにしてるんですけどね。謎ですね。ここどうなってるかわからないけど、できて楽しい。わかる。チューニズムって大体でやって光る譜面って面白いと思うんですよね。何これ、わけわかめ地帯でも大体で通るのは面白いですよね。さあここからサビ前でどんどん忙しく。おーおーおお。ここから小粒階段のラッシュ。ちゃんとファストスローを見極めよう。小粒階段はいいけど別がきつい。ここから常に小粒階段が画面に映るところ。いくら遅めにこすってもファスト出るんですけど。ここ個人的最難所。ああ、ミスがプロプロと。マジで苦手すぎる。ここも大体で。ほらな、なんとか SS タスは出せました。この譜面一瞬でも油断したら死ぬから、心臓に悪いですよこれ。2曲目はインド人です。この譜面は昔無限にやってましたね。楽しくて赤どれだけ出さないかみたいな勝負もしてましたね。そういえば、なんでインド人って呼ばれてるんですか。もうインド人で定着してるから何にも違和感ない感じになっちゃってますけど。まずこの曲の声ネタでインド人を右にってネタがあってですね。それの元ネタがありまして、クオーぶつかる、ここでアクセル全開、インド人を右にというのがありまして。あ、それが元ネタなんですね。でもなんでインド人って単語が出てきたんですか。普通に聞いたら違和感しかないですが。手書きのハンドルの刃が汚すぎて火に見えたらしく、そこでハンドルになってインド人を右に見ったらしいです。なるほど、なんか割と深いネタですね。譜面の方に行き、サビですね。全押ししてくださいと言わんばかりの譜面なので、できない方は全押ししましょう。ここから声ネタの地帯。譜面のスライドも右に行ってるところが面白いですね。ここのフレーズ初めて聞いて理解した時は大笑いしましたね。ネタが分かってるともっと面白く感じますしね。ここもインド風な声ネタが入ってネタ要素が多い曲なんですよね。ここもできない方は全押しで、ただし抜けないように注意。ここからフレーズが変わり、ちょっとした休憩地帯。ここは見た通りに押してくださいとしかアドバイスできません。ここむずすぎでしょ。ミスも出ちゃいましたね。ここも割とむずい。譜面をしっかり見ることが大事だと思ってます。ここも慣れるまではめちゃくちゃ難しいところ。最悪手を上げてない方の手で全押しもありだと思います。それで手のひらでホールドを押さえながらやると赤出ません。休憩地帯。
ここよくわからんから全押ししながらやー。最後のサビはもう自力ゲーです。下手に粘着するより自力上げた方がいいと勉強しました。ここはタップを片手で取って右手で一瞬ラーしてフリップを取ってます。ウをなんとか取り、というわけで今回はおしまいです。